ホーミーズ福沢諭吉の借り肉エビデイ、私千葉真、はい、ワールドカップ発狂しすぎてこの声になっておりますがもうこれを見ない人は非国民だと思いましたねいやよくないよそれ、いや我々も、はい、笑顔の渦を作っていこうということで、今回の企画笑ってはいけない TikTok でございます。それでは呼び出してまいりましょう。いでよ勇者たち、ホーミーズ。降りた。なんだよお前、なんだよお前、やってるよお前、一番よく見てるんだもんね。なあ、俺らがやんねえと世の中が許さねえから。ごめんその辺の通りで連れてってやっちゃえばいいんだよ。本当の結果ってのは表じゃやんねえんだよ。ブレイキングダウン7も出るからちゃんと楽しみにしとけよ。あ、忘れたけど、ちゅう久しぶり。やってやるからな。いい動画撮るね、ごめん。なあ、お前 TikTok 上げとけよ、これ。面白い動画にしてやるからな。あ、ありがとう、ありがとう。やってやるよ、ありがとう。一つももしかしたら高くね、なる原因かもしれないから。まあね。拍手でやられたわ子供たちのね、純粋な拍手、純粋な拍手、高く上がったー。そう仕組み理解してないから気まずい。ホーミーズ、黒白で行きたいんやけど、はい、黒がなくて白を買ってもらったら黒白になる。一回言うてみて。黒白なる。黒白オープニングが間違ってる。黒白なんで、白を買ったかな。でも白が俺だから俺これ買いたい。あ、そうですね。分かるやろ、はい、そこで白がなったらどうなるか黒白正解、はい、それなるから困ってんねん。このミッキーはね、次やろ。ミッキー決まる。いやめっちゃ悪いミッキーおる。すごい天才すぎる。でこの絶対こうなるやん。そこに赤が入ったらどうする？リプレイではないです。そこに赤が入ったらどうする？丸々一本通してよちょっとあえてね、こうちょっと時間がある、ね、黒白ホーミーズ。そこに赤が入ったらどうなる？黒白ねえ、笑ってるやん、このおじさん。マジで迷惑客すぎるだろ。赤買わねえな、いらないんだろ。では黒白赤、ホーミーズ。そこに赤が入ったらどうなる？黒白赤なるやな。黒白赤ね。そうですね、はい。ちょっとだね、なんとかして、この欲しいの。ホテルで友達が犬に襲われた。いや本当にやばいって。助けて。マジ俺いかんない。
飼い主が来た。抱き合ってる。以上です。やばいわ。どうやったらあんな終われるの。あんな飼い主も嫌われてるの初めて見たわ。ゴーカートみたいな。それでも終われる。いやもう黒白が赤赤赤赤入ってますよ。後半へ続く。ホーミーズ、来週もまた見てくださいね。じゃんけんポン。ありがとうございます。じゃんけんポンズコーナーにしみる。一人だけ草。お待たせ。ナイス。出てきた。笑い方わらわら。天才すぎる。でこの。絶対こうなるやん。非常に強いタイプなんで。よし、参ります。はい。最後、いい音。いや、画面が消え切る前に笑ったので、ギリアウトでございます。くそ、キモかった。キモかった。あまりね、まあ、多様性の社会ですけどね。まあ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 、こわっ。ちょっと隣座りたくなかったホーミーズ。いや、まあ、今回はもうもう決まってるよ。満票でしょ。今回の MVP は黒白黒白黒黒白赤のおじさんでございます。黒白黒白黒白。元から買おうとしてるのはあったからね。あったから、もうそれ買うか買わないかの二択なんよ。赤入ったらいらないのよ。今回の勇者たちは概要欄にまとめてありますので、ぜひ TikTok でご覧ください。お願いします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、この前髪は黒金黒黒金黒金でやってますね。はい、黒金黒金金黒黒。あ、黒黒金黒金金黒。